に伴う住民の健康管理の在り方に関する、まあ、厚労省、環境省との交渉を午後行います。午後またあのレイアウトちょっと変えると思いますので、ちょっと、ご協力いただければと思いますが、前半、午前中はですね、吉田裕子さんを講師に迎えまして、勉強会をしたいと思っています。で、その前にですね、今日の、重要なテーマの一つである、環境省に置かれている、東京電力福島第一、原子力発電所事故に伴う住民の健康管理の在り方に関する専門家会議というもの、これについて傍聴今までしたことあるっていう方どのぐらいいらっしゃいますか、ネット傍聴も含めて。じゃあ皆さん、ほとんどの皆さんはほぼあのこれがどういうものなのかご存知なんだと思うんですが、簡単にちょっと振り返、ざくっと振り返って、で傍聴したあの特に傍聴を続けている関東ネットの皆さんも来ていただいているので、ちょっと補足なんかもしていただいて、であのちょっと最初にお詫びしなくちゃいけないんですが、私自身が非常に勉強不足で、あのなんというか本当はこの全部あの白石さんのビデオとか見返してですね、あの勉強しようと思っていたんですが、ちょっとその時間がなくてですね、あの不足多々あると思いますので、ぜひあの皆さんから補足していただければと思います。でその後に、吉田裕子さんからですね、環境省厚労省への要請のポイントですね、についてと被爆者援護法やチェルノブイリに学び、包括的な健康管理体制の確立をと書かれたパワーポイントの資料をお配りしていると思いますが、まあ、これを使いながらお話しいただきます。はい、ということで、午前中はそんな内容です。で、後半は質疑にしたいと思います。で、まず、この環境省の長い名前なので、専門家会議というふうに略します。でこの会議について、この皆さんのお手元に資料1の1、これ毎回この手のものが配られているんですが、開催要領要項というものをお配りしているので、ちょっとこれをご覧ください。で、そもそもこの専門家会議、すごいなんか迷走しているように見えるんですが、何のために作られているのかということなんですね。でここに趣旨ということが、書かれています。つまり、原発事故に伴う住民の健康管理に関しては、国が拠出した基金を活用して福島県が県民健康管理調査を実施しています。でところが福島近隣県を含め、国として健康管理の現状と課題を把握し、その在り方を医学的な見地から専門的に検討することが必要と。でまた、いわゆる子ども被災者支援法ですねにおいて、国は放射線による健康の影響に関する調査等に関して必要な施策を講ずることとされているというのが2番目。で3番目がこうした状況を踏まえ、線量把握評価、健康管理、医療に関する施策の在り方を専門的な観点から検討するために設けた。で環境省の、総合環境政策局環境保健部に設置されています。で検討内容としてこの3番のところですね、被爆線量把握評価に関すること、2番目が健康管理に関すること、3番目が医療に関する施策の在り方に関することです。でまあこれを見て別にいいじゃん、私たちが求めてきたことだっていう感じがするのではないでしょうか。あのいささか今更感があったんですけどね、設置された時は。で、この裏にですね、この委員の一覧が書いてあります。で、この委員、まあ、これがまあそもそもあの一番のこの専門家会合の問題点ではなかろうかと思われます。でつまり、ざっくり言えばですね、今までその放射線とか、まあ、放射線に伴う健康問題にの国側の審議会ですねに名を連ねている人たちがほとんどであるということが言えるんじゃないかと思っています。 ですからこの、傍聴された皆さんはあの、まあ、議論を聞いていて、なんかあの本当に
要は安全だという結論を導き出すためにこの検討会が設置されて、で最初から人選がそういう感じで行われているんじゃないかということをお感じになったかもしれません。でこの人選については後ほど崎山さんにちょっと補足していただければ、あの申しコメントがある、あいいですか、はい分かりました、はいそんな感じです。でこの資料1の2って書いてあるところですね、これがその子ども被災者支援法の健康管理関係の主な施策です。でこのなんか いろいろやっているんです。この下の方に書いてあって、下線が引いてあるところがこの、専門家会議ですね。新たに有識者会議を開催し、福島近隣県を含め事故後の健康管理の現状や課題を把握、今後の支援のあり方を検討、被曝量の観点から事故による、放射線の健康への影響が見込まれ支援が必要とされる範囲を検討するということになっているんです。でところがですね、この議論がいつから始まったかというと、去年の平成25年2013年の11月から始まっています。で今までに、何回だ10回ぐらいやっているんですが、その時間のほとんどをですね、被爆線量に関する評価というものに費やしています。でその被爆線量に関する評価の中でもですね、見ている文献というのが非常に限定されたものをですね、例えば一番こう時間を費やしていると思われるのが、本当に初期の段階ですね、3月下旬に、スピーディーによりごめんなさい3月下旬に、三市長三市町村の1080人を対象にして行った被爆のスクリーニングレベルの、甲状腺透過線量、あごめんなさい、1080人を対象に行った甲状腺のその、調査というものを延々と議論しているというような、状況が続いています。で皆さんのお手元の、この子ども被災者支援法に関する資料の後ろにですね、第9回会合平成26年8月5日というところに出された資料1というものが出されています。で、ここにですね、中間取りまとめに向けた線量評価部分の要点括弧案ということで、それまでもずっと毎回毎回この、線量評価部分線量評価については毎回会合に何が合意されたのか何を確認したのかというペーパーが出されて、でそれについていいですねいいですねと永田木座長がですね、委員に念を押すような形で、こういうペーパーが作られていったんです。で一番直近のものとしてはこの8月5日に出された第9回会合のもので、これがその、今までのものが長かったということで2ページに短縮されたものが提出されているんですが、非常にこう、評判が悪くて、この回は大変なこの、線量評価に関してはですね、いわゆる今までその被爆の量は大したことないと言っていたような委員たちからもこのまとめはちょっと乱暴すぎるという形で異議が提出されました。で、とりあえずこのペーパーを読んでみますと、まずこの2ポツの、被爆線量の検討ですね、この事故初期の甲状腺被爆ということで先ほど言ったその1080人を対象にして行ったその甲状腺の、調査について振り返っています。でこれをもとにして、本調査結果には、いろいろと不確実性が存在するもののいろんなことを総合的に考えると旧警戒区域であっても甲状腺被爆線量が100ミリシーベルトを超える被爆を受けた住民がいたとは考えられず50ミリシーベルトを、超える被爆
を受けた住民も少ないと考えられる。でこの合わせて考えるととして A、B、C と3つ挙げられているんですね。でまず2011年4月中旬に浜通りのある町で行われた甲状腺被曝の測定調査ということで、もう一つが2012年の環境省の委託研究事業の研究結果ですね。で3番目が、アンスケアの2013年報告を挙げています。で、ただし次の丸で、ただし測定を実施していないものもおり、その中に100ミリシーベルト以上の被曝を受けたものがいる可能性も否定するものではないというちょっと逃げ道をつけているわけです。ただこの書き方については、両面から、つまりその、相矛盾する、つまり100ミリシーベルトを超える被曝を受けた住民がいるとは考えられないと書いてある、その直後に、100ミリシーベルト以上の被曝をいたものがいる可能性を否定するものではない、これ矛盾してるじゃないかという言い方ですとか、まあ、その他この書き方はあまりに乱暴だというような委員からの指摘があって、まだこれは確定していません。でその次のページを見てください。で福島県外ということで、福島県外についてもですね、茨城県東海村在勤者の3名の WBC による測定を挙げています。で、それからまた、高濃度のプルームが流れた可能性のある茨城県の環境モニタリングデータでは、東海村等の吸入摂取による1歳児の甲状腺透過線量がうんぬんかんぬん、そしてアンスケア報告書ですね。ですからこの3つの事実をもとにして、福島県外の住民の甲状腺被曝線量は50ミリシーベルトを下回るものと考えられる。非常にこう福島県外についてもですね、挙げている調査が3つにとどまっている、やっぱり限定的だっていうことが言えると思います。で、これがその初期の、甲状腺被曝の状況です。で2番目のその外部被曝というところを見てください。で、外部被曝についてはですね、福島県県民健康管理調査の、いわゆる基本調査の外部被曝評価を引用しています。で福島県の近隣県で、例えば宮城県の南部の各地における事故後1年間の実効線量は最大 4.1 ミリシーベルト、栃木県における個人線量計による調査でも実効線量は最大 0.4 ミリシーベルトであったという、なんか非常にこう限定的に、これは各県で行われた、いわゆる各県が設けた有識者会合で、提出された、調査、あるいはそこで、まあ、合意っていうのも変ですが、そこで確認された内容について引用しているという形をとっています。ということで、その、外部被曝についても、まあ、大したことがないというような、まあ、そうは書いていないんですが、福島県内で5ミリシーベルト未満、福島県外でもそれを上回るものではないと考えられる。でこれについても委員から異論があって、こういうふうに言い切ることはできないというような指摘がなされています。で3番目のその内部被曝に関してはですね、さらに検討時間はうんと少なかったように思うんですが、結論としては、食品中の放射性セシウムによる内部被曝はホロボディカウンターの検出限界以下と考えられるというような結論にしようとしているようです。で話がすごくいろいろと前後していますが、この環境省の、検討会の今までの進め方を見てみると、かなりのその時間をこの被曝線量把握評価に当てています。で、どうやらその環境省の、まあ、前任者の担当官ですか、あるいは座長の永滝さんの考え方として、被曝線量把握をの評価をまず行って、それが、まあ、ちょっとざっくり言えば大したことがない であるから、その健康影響というものも、大したことがないというような、その、まあ
流れで結論を導こうとしているのが、まあ、この数回ちょっと流れが変わってきているんですが、あの当初 の議論の流れだったのかなというふうに私は解釈しています。で、ところがですね、あの委員の中からは異論を唱えている人もいまして、とりわけですね、あの日本学術会議の副会長の春日さんですとか、あるいは、日本医師会の常任理事の石川さんなんかは、石川さんは特にその健康検診の在り方についてとにかく もっと議論をあの進めたいと思っているらしくて、あのそういう視点から発言をしています。で、春日さん、この占領評価自体についてもですね、あの非常にこう、そこまでは言い切れないんじゃないかという趣旨で、あの異論を唱えていらっしゃいます。で、検診の在り方についてはまだ全然あのきちんとした議論がされていないし、今後もされるのかなという気がちょっとしているんですが、まあ、それでもその前回あたりからですね、あの被爆の占領把握から切り替えて、検診の在り方に議題を移して、あの議論が移ってきています。で、その、あの環境省なりその永田記者長が当初描いていたその占領把握重視 の議論のやり方から、その切り替えた、なんで切り替えていったのかっていうことを考えると、そこにこう大きな役割を果たしたのが、やっぱりその、こういった委員たちの指摘もさることながら、外部専門家があの招かれて、例えばこの第4回ですかね、ごめんなさい、ちょっと回数が、第4回の時は、崎山さんが招かれまして、プレゼンをしました。何分間でしたっけプレゼンをしました。大変堂々としたプレゼンで、まあ、この委員たちの、まあ、選び方といいますか、委員たちの、資質といいますか、大変こうあのこの検討会の在り方そのものから始まりまして、子ども被災者支援法の意義、低線量被爆の、についての、まあ、例えばその100ミリシーベルト以下であの健康に影響がない、あるいは分からないという言い方は間違っているということを、広島長崎 の、調査を元にして、まあ、反論されまして、この時も非常にこう議論が盛り上がったんですが、またその第8回の時にですね、大変そうそうたるメンバーの、福島医師会の木田、光一さん、そして、独協大学の木村晋三さん、松本 市長の菅野屋さん、岡山大学の津田さん、東大の森口さんといったそうそうたる専門家が、非常にこう短い時間で皆さん言い尽くせなかったと思うんですが、あの迫力のあるプレゼンをしました。で、この時あのこれもすごいざっくり言ってしまいますと、皆さんが主張されたことはですね、とりわけそのチェルノブイリ原発事故後の影響について見てきた木村晋三さん、菅野屋さんは、チェルノブイリ原発事故後はその甲状腺がんだけではなかったんだよということを、まあ、あの自分 の経験に基づいておっしゃったわけです。で、それからその、木村晋三さんがおっしゃったのは、その吸い込みによる、内部被曝というものを全然考慮していないじゃないかというようなこともおっしゃいました。で、あと東大の森口さんがおっしゃったことはですね、ちょっと私はあんまりきちんと把握していないんですが、あのぜひ皆さん補足していただきたいんですが、今日あの配っているもう一つの資料、放射線プルームの拡散状況という、これはアワープラネット TV が、提供してくれた、資料で、最近、これ環境省から発表された、ちょっと私が見えないんですが、あの、研究ですね、大気中 その、粒子、浮遊粒子状物質の、に付着している放射性セシウムの、まあ、を検出してですね、あの事故後、あの今まで分かっていた
ような放射性物質の拡散よりも長期にわたってまたはるかに広いところでですね、あの放射性物質が拡散してかつ沈着していたという、初期のその放射性物質の拡散の状況を大気汚染物質から、検出したというそういった、調査結果を、最近公表して、毎日新聞と朝日新聞ですか報じていましたがその結果なんですね。で森口さんこのことをこの時プレゼンされていたんですが、まあ、要はその、彼らっていうかそのこの専門家会合が検討している、初期被爆あるいは放射性物質のその拡散といったような文献研究が非常に狭いということの一例なのかなというふうに私は解釈しています。でこれで見るとあの関東北部砦なんかも非常にこう高い、あの放射性物質のその濃度というものが観測されていることが明らかになっていると思います。ですいませんちょっとですねあの皆さん膨張したことがないって方どのくらいいますか。あ、はい、わかりました。ちょっとその雰囲気をですね、見ていただきたいので、ちょっとアワープラネット TV さんが編集された、これは、6月25日の、会をちょっと簡単に振り返ってみたいと思います。子どもを放射線被曝から守るというふうなことで、次世代命を、守る施策と、まあ、これはチルドレンファーストということでですね、まず福島県内外のホットスポットへの対応ということを、まあ、述べております。福島県中だけでなくですね、この時点で、まあ、茨城、千葉、そういったところにもですね、ホットスポットがあるという事実がありましたので、これをまあ述べております。そして低線量の長期被曝を今話をしているのが石川さんという石川委員で日本医師会の方です。でこの方はその、健康管理をもっと充実させていくべきだという立場でプレゼンしています。でこの時彼に与えられたプレゼンの時間というのは非常に短くて、先週のことなんですけれども、私はあの鎌ヶ谷の方で診療しておりますけれども、鎌ヶ谷の行政の方からですね、隣の松戸市でですね、甲状腺の検査をですね、松戸市がやってるんだけれども私たちはどうしたらいいかと相談に見えております。松戸市並びにですね、その千葉市の北部の旧市でですね、昨年の秋ですね、市長さんたちがですね、旧市の市長さんがその国にですね、その、まあ、要望していると、そういうのがまだ事実があってですね、大変この住民をの声をですね、まとめたその市がですね、実にまだこの放射線被曝の問題をですね、まあ、市民が生活の中で抱えているということはよくわかると思います。そしてこの検診項目はですね、現状行われている検診プラスアルファではなく、まあ、この原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律、これは大変日本の歴史の中でも重要な法律ですけれども、それに規定された広島長崎の原爆被爆者検診等を参考にですね、まあ、この今回の事故の特殊性に基づく検査項目を設定してもらいたい、その国がその責任を持ってですね、この医療保障、もし仮にですよ、何か発病した場合にはですね、そういうものを国が責任を持ってやる、まあ、治療に当たるべきだということが書かれております。住民の健康不安に対して検診をするということが本当のベストアンサーなのかということは十分議論しないといけないんだろうと思います。今栃木で例えばお母さん方と話してますとね、いまだに水を水道水を飲めない、要するに放射性物質がまだ
あるかもしれないんで、ペットボトルをわざわざお金を出して買って遊園地、幼稚園で配布してるというようなことが起きてるんですね。で、そういう不安を持ってる人たちに、じゃあがんの検診をやりましょう、こうっていうのが本当のこうベストアンサーになるのかどうか、かえって本当の意味でやっぱりリスクリテラシーっていうのはどう醸成していくかっていうと、この占領的には、例えばここの会議でですね、私、まだ7回や6回ですか、占領の把握ということでですね、議論、先生方が議論されているのをずっと聞いててですね、また大変綿密なことをおやりになって、それを今日本の一定の結論にしようとしているということはよく分かりました。しかしそれだけではですね、今先生もおっしゃったようにですね、栃木県だけじゃないんですよ。他のところでもですね、まだそういうその他のところの水を使ってですね、調理しているお母さんとかそういうのいるわけです。それはじゃあどうしたらいいかっていうとですね、それはじゃあがんの検診をやるとかって、そういうことにもちろんなりません。ただその時に、いろんな他の病気も含めてですね、要するに検診できる体制を構築していくっていうことが、一つの僕はその安心を醸成することになるんじゃないかと思うんですよ。私たちのはそのお母さん、あるいは子どもに対してですね、子どもたちに対して、そういう健康をそのことについてはですね、もちろん誰も語れないわけで、そういう検診という形で、見守っていきますよ、保証しますよという対応を取るしかないと思います。この時石川さんが、みんながね、そういうんだったらみんなを説得したって、誰も信じないよ的な、かなり結構挑発的なことも言ってるんですけど、ちょっと飛ばします。一生懸命議論して来られたことで、私自身が自分自身でもやはり、まだ他の方々にも、特に福島にいて言ってる方に、これ大事だよ、だからやろうよねって。これは丹羽さんという方で、福島県立医大理事長、付き特命教授、個人占領系で測って、空間占領のガンマから受ける占領がだいたい1ミリシーベルトなんですね。バックグラウンドとセシウムのやつで、それいうようなことで、ほいや東京行ったらどないになるの、だからこれが 0.6 ぐらい年間占領。一つ言えるのは、これぐらいの占領であれば、例えば私福島の市内に行って住んでて、1ミリ、年間1ミリです。これはバックグラウンドのガンマとセシウムのガンマを含めての占領なんですね。で、それで私が個人占領計をつけていることが、その不安に応える一つの回答になるということを主張されています。だから占領を図ろうよと一生懸命言ってるのは、そういうふうなことで自分自身の状況に関して把握する。なぜ不安、一つはそうですね、もう実際にその地域に行ってお母さんにその言われましたよ。いや、今のところは大丈夫だと思うけども、一生懸命これから育っていく間にこう子どもたち見ていきましょうねぐらいしかちょっと言えないんですよね。で、それは継続して見ていくってことしか俺は言えないと思うんですよね。結局先生がおっしゃったように、我々何言っても多分心配なお母さんは分かんないし理解できないし、心配するのは当たり前なんですね。で、それはどういうところから来てるかって言ったら、やはり状況が自分では本当に分かんない、だからその状況を知ることから始めようってる方々に関して、それが専門家会議最初にのこの会議の目的としてお話しいただいたところであると思いますが、そういう意味で今その医師会としての住民の心配、それからできるだけ検査をするというお話を伺いましたけども、これが永田木座長です。特に占領評価まではいかないにしても、その検診をするということのメリットも当然ありますけれども、じゃあデメリットはどうかということで、検診に対する考え方を祖父江先生に次にお話しいただきたいと思います。検査とか検診とかいうことが、一つの手段としては大きなものなわけですけれども、それを実際に提供するときに、それが考えている利益をもたらすということもありますけれども、それ以外に、不利益というものをもたらす可能性があるということを、十分に考えておかなくてはいけないというようなことをご説明させていただきたいと思います。
頻度的に多いのはですね、この、偽陽性といいますか、疾患がないのに、検査の結果は陽性になるということです。この方々に対して、まあ、何もしなければ、検査もしなかったであろうところがですね、まあ、精密検査等のある意味侵襲のあるような検査もされることがあると、これはまあ不必要ではないかということが挙げられます。それからまあ検診伴う合併症、まあ、こういうものはまあ、スクリーニング段階では少ないですけども、例えば、大腸内視鏡なんかをスクリーニングとしてやるというような場合にはある一定確率で、戦後ですとか出血とか起こると、こういうことがされておりますので、まあ、人間ドックでも、まあ、そういうことが合併症として挙げられると。で加えて今まあ注目されるのむしろ科学的に考え専門家としてどう考えるかということをお話しして、でそれをまあその社会があるいは行政政治としてどう扱っていただけるかというような気持ちでおりますけれども、まあ、それが専門家会議最初にのこの会議の目的としてお話しいただいたところであると思いますが、まあ、そういう意味で今その医師会としての住民の心配、それからできるだけ検査をするというお話を伺いましたけれども、まあ、特に線量評価まではいかないにしてもその検診をするということのメリットも当然ありますけれども、じゃあデメリットはどうかということで検診に対する考え方を祖父江先生に次にお話しいただきたいと思います。まあ、検査とか検診とかいうことがもう一つよく分からなくて、これをもとに今後私たちはどういうことで議論をしていけばよろしいでしょうか。要するに検診というものにとってはプラスもあるけれどもマイナスもあるんだということの、まあ、感覚をこの、まあ、我々としては共有するということが必要ではないかなと思うんですが、もちろん我々私も医者になっても50何年経ちますけれども、最初のうちは早く見つけるということがもう絶対 100% いいことで、見つけなければ亡くなってしまうという時代も当然あったわけだし、まあ、がんもそういうものが多かったけども、どんどん、すいません、ごめんなさい、もうちょっとピックアップの場所が適切だったらよかったんですが、結局この会でこのあと石川委員がですね、子ども被災者支援法の第13条の第2項とか第3項にこの、検診あるいは医療費の減免について書いてあって、一定の線量以上の、場所については、その人が生涯にわたって、適切に検診を受けられるようにするですか、そういう箇所を読み上げてですね、まあ、検診の必要性について言ったんですが、この回永滝さんはその子ども被災者支援法というのは、まあ、なんというかそれから状況も変化したので今の状況に適応できない的な発言をしてですね、非常にこう、検診を拡大させることに関して、まあ、ちょっとよ後ろ向きの発言をしたのがこの回でした。で本当は皆さんにもう一つ見ていただこうと思ったのはですね、その次の回でさっきご紹介したそうそうたる専門家が5人招かれた時にですね、岡山大学の津田先生が、福島県の県民健康調査での甲状腺がんのその、率というのをですね、地域別に比較してんですね、津田さん そのプレゼン自体はその100ミリシーベルト以下 その、健康リスクが、識別できないっていうのはそのことも言えないというようなことも主張されていて、それからプラス福島県 その甲状腺がんの、発生している率というのが地域的に二本松が、かなり高い、疫学的手法を用いて分析すると優位に高いということが言える。で津田先生 その最もこうその時力点を置かれていたのは、要はあなた方はその線量評価ばっかりやっているけど原因と結果があって、その病気が発生するその原因ばっかりの究明に時間を費やすと時
タイミングの良いその素早い対策というのができなくなってしまうよと。あなた方は生身の人間を相手にしているのであって、実験室の中の何かを相手にしているんじゃないっていうことをすごく強く主張されたんですね。でその会の時に非常にこう象徴的なやり取りがなされて、津田先生はその今現にその、福島の皆さんは被爆しているんですよっていうことをおっしゃった時に、永田木さんは被爆してると考えてるんですかっていうふうにおっしゃって、すごく永田木さん、永田木座長的にはその被爆という言葉を使ったことが何かこうキーに感じられたんでしょうかね。でそのことに関して、津田さんは、それは福島の人も私たちも被爆していると、ただ福島の方が外部線量は高いということですよということを言って、あとはその永田木さんが津田さんのプレゼンをまあユニークと呼んで、津田さんがまああなたの方がユニークだというのはちょっといやいや子供じみたやり取りが応酬があったというこの環境省の会議非常にこう聞いてですね、もうなんか死にそうなぐらいですねイライラする会議なんですが、その時は久しぶりにですね傍聴者も大喜びですね大喜びしたという、そういった大変劇的な、ぜひ皆さんぜひアワプラのサイトで見れますので見てみてください。ということで、すいません、なんかすごく私が要領を得ない長い説明をしちゃいましたが、吉田さんお願いします。皆さん朝からご苦労様です。チェルノブイリ女性ネットワークの吉田と申します。今日午後、環境省厚労省とも交渉があって、その時にもちょっと短くこれ同じものを使って、プレゼンといいますかする予定ですので、いろいろお気づきになったりですね、この辺ツッコミが弱いとかもありましたらまた後でご意見もいただければと思います。じゃあ行ってきます。ですね、これはそもそもの私たちの要求ということで、先ほどお話ありましたように、この専門家会議をですね、根本から立て直すべきであると。で、予防原則に基づいて、子ども被災者支援法の理念、条文にのっとって、本当に被災者支援のための具体的な議論を環境省だけではなくって、厚労省、2つの省だけでもないですけれども、連携して進めていただきたいということが基本的な要求ですね。で今もう満田さんがすでに、説明されましたので、これは同じことなんですけども、被爆これまでの討議の中でですね、被爆線量の把握と評価ということについては、非常にその現段階ではデータがまだまだ不十分でもあるし、不確実性も大きいということが浮き彫りにされたというふうに思います。で、この段階でその断定的評価っていうのは無理ではないかというようなことですね。で、原爆やチェルノブイリっていうのも、占領評価はもう何年も何年も、何十年もやってるわけですね。それだけやっぱり難しいことなんですね。それを今の段階でなんかもうあたかも断定的に言うっていうことはですね、非常に無理があるというふうに思います。で、今後もそうしたデータをいろいろ集めながら分析していくことが必要だろうと思います。で、2番目と3番目の健康管理や医療に関する問題については、やっと本当に議論が始まったばかりで、しかもその外部専門家の意見というのは、先ほどですね、何人かの名前を挙げられましたけれども、全然その意見はその時にはもちろん言うんですけれども、それを次の回とかですね、その時にじゃあどういう意見があったということでも全然、事務局のまとめには取り上げられないということが非常に続いています。で、先ほど石川さんも言われましたけれども、被爆者援護法とかですね、そういった議論もないというような状況です。
で一方あの福島の一県でですね、すでに103名もの甲状腺がんまたはその疑いのあるものっていうのが見つかってるわけですけども、国はですね、まあ、特に厚労省ですね、何らもこれについて評価も対応もしてないというような状況があります。で、長々とその外部線量がですね、ジェノブイに比べたら非常に福島は少ないんだというようなことが言われてるんですけども、これはあの初期の避難の方たちは除いてるんですけども、アースケアの報告で比べたものなんですね。で、左が福島事故によるもの、で、右がジェノブイ事故によるものということで、結構あの強い汚染地と言われているところのですね、ロシアで言えばブリャンスト、とかベラルーシのゴメリとかとですね、福島県の避難地域以外のところが、まあ、同程度というふうに評価されているというような形でです。そんなにあの、専門家会議とかですね、これまで国が言ってきたようにチェルノブイリに比べて、まあ、非常に低いというような評価をアンスケアで比べてみてもそんなことは言えないということなんです。でこれがまあ地図に落として、くださったものなんですけども、まあ、その赤、紫、緑、黄色というような形ですけれども、まあ、非常にですね、大きく、福島以外にも広がっているということが分かると思います。でこれはあのいつも使われる初期4ヶ月の外部線量 の分布なんですけども、上の方が、避難指示地域で、で下、まあ、全部は取ってないんですが、伊達と二本松と福島っていうのを見ますと、紫色が1ミリシーベルト未満なんですね。そうしますと、これを見ただけでも残っていた方たち、とどまった方たちっていう人たちは1ミリシーベルト未満の割合が少ない、まあ、ちょっと飯舘は別ですけれども、特に、まあ、2ミリ未満、3ミリ未満という形で、そういう比率がですね、国の試算によれば、とどまっていた方たちの方が、比率が高いということが言えます。で、しかもこれはその7月までですから、避難の方たちは、まあ、とりあえずそのずっと低いところに避難したということを前提すれば、それほどその、まだ上乗せがですね、そんなにはないかもしれない。しかしそのとどまっていた方たちはそれからもずっとその上乗せがされてるわけですから、それを考えないで、まあ、7月までのですね、7月まででもこうであるのに、それをその後の継続というのを何ら考えない占領評価というのは全然そのお話にならないというような状況です。でこれは甲状腺占領で、まあ、これも先ほどの高木学校の瀬川さんが作ってくださったものですけれども、福島とチェルノブイリを比べたものなんですね。で、まあ、一応あの甲状腺占領については、まあ、チェルノブイリの方があの非常に高そうに見えるということなんですが、まあ、実態はまだあの不明だというのが本当のところだというふうに思います。でこれはあのアンスケアが2013年の報告で、アニメーションを待機中の要素でやってるんですけども、これ要素です。あの上の方にあの3月16日とかですね、何時何時何時っていうふうに流れていきます。あ、すいません。ちょっと外れちゃった。
今のはちょうどあの4月1日までくらいでちょうど終わったところだったんですけど、順々繰り返してしまうので、そうですよね、そうなので、まあ、先ほどもあの言ったように、まだ甲状腺の評価もですね、非常に不確定な要素が多いと、まあ、1080にしかちゃんと調べられてないわけですから、そういったこと、もちろんあの先ほどのシミュレーションも含めてアースケアは、まあ、自分たちの占領評価を出してはいるんですけども、やはりもっともっと、見ていかなければならない、特にあの、まあ、関東ですとかですね、非常にプルームがずっと来てるということが、アースケアの資料からでも分かると。で、そこで、まあ、今度はじゃあその甲状腺がんばっかり今調べてるけどそれでいいのかっていうことなんですけども、チェルノブイリではじゃあどういう病気があったかといえば、まあ、これは最初の方のウクライナのナショナルレポートの方の、まあ、まとめですね。で、初期の5年っていうのは甲状腺や免疫、呼吸器系、消化器系の疾患が進行するリスクがあるということが分かった、まあ、つまり、まあ、何らかの検査をして、ちょっと数値が、まあ、高いとか低いとかですね、そういう子どもたちが、まあ、増えているないし多いとかですね、そういう形でリスクがあると。で、次のもう5年になると、まあ、30キロ圏からの避難した子どもと戦地域に住む子どもの両方で、やっぱり健康な子どもっていうふうに、まあ、向こうはこういうような群に分けたりしてるんですけども、健康な子どもの減少というのがはっきり傾向が観察されたというふうに、見ています。そして、この、まあ、これ25周年のレポートなんですけれども、で、事故で被爆した子どもたちの健康状態の全体的特徴っていうのを見ると、やっぱり発症、まあ、いろんな病気の今まではこの年齢ではあの発症しなかったような病気っていうふうに、若年齢化が多いと。で、しかもいろんな系統や複数の期間にわたる病変がある。で、治療に対して比較的抵抗性があって、そのため経過が長引いてまた再発するというようなのが、まあ、全体的に見れば言えるだろうと。したがって、まあ、先ほどのまあ集団ですね、まあ、子どもたちは小児期全体を通して、まあ、非常に健康レベルが低いという状態が続いていると。で、こういう状態の中で、まあ、成長していくわけですから、それで、まあ、もうすでにその子たちは生殖年齢に達しているわけですけれども、まあ、それが結局さらにその子どもたち、次の代の子どもたちの健康に影響を与えざるを得ないというふうにあのレポートでは言ってます。で、今言ったようにその被爆した人の子どもではやはり健康な子どもが年々、減少していると。で、92年と比べて2009年には、まあ、内分泌系とかですねは非常にあの増えていますし、その他の筋骨系とか消化器系なども5倍ぐらいに増えている、まあ、これはあの特にあの増えたものを出しているんですけども、下で見ているようにウクライナ全部の子どもと比べた場合に、まあ、優位に被爆した人の子どもでは発症率も、有病率も高くなっているということが、報告されています。 ではその保健対策なんですけども、まあ、先ほど石川さんも言われていました被爆者援護法なんですが、特にその全文に何て書いてあるかというと、その放射能による健康被害という、特別の犠牲に着目して国の責任において総合的な保健医療福祉政策を講じているということを、まあ、謳っているわけですね。で、皆さんご存知の通り被爆者健康手帳というものが交付されて、まあ、それにはいくつかの要件がありますけれども、そこであの手帳を保有している人、それからあのそれと別に、まあ、第1種第2種とかっていうものも後から、拡大されていってるんですけども、その方たちは健康診断を年に2回、希望者にはさらに2回、そのうち1回は、がん検診と、自己負担がないと。で、まあ、医療に関してはですね、ごくごく例外を除いて全てのほぼ全ての病気の自己負担分、保険の自己負担分を国費で補填するという形になっています。で、さらに、まあ、いくつかの要件に当てはまった場合は、管理手当として、まあ、上乗せですね、で、そういったものが払われていると。で、さらにあの原爆症、いわゆるその原爆症ということで放射線と因果関係があるというふうに認定されると
医療特別手当ということで、まあ、あの手当の額が変わるというようなことがあります。 ではそのどのくらいの被爆の人までその手錠をもらえるかっていうことなんですけども、まあ、ここで、厚労省の第19回原爆症認定制度のあり方に関する検討会の資料なんですけども、ここで、左側のグラフのところで、まあ、4000メートルで広島はまあ約 0.05 ミリシーベルト、長崎は約 0.2 ミリシーベルトというふうに、まあ、一応その国の資料ではですね、そういうふうに言ってるわけですね。でところがその、まあ、直爆の方たちっていう人たちはその被爆地域というのは指定されてるんですけども、まあ、広島でもその4キロよりちょっとあの5キロぐらいのところまでがですね、被爆地域っていうふうになっていますし、長崎では、ちょっと縦長になってるんですが、まあ、10キロ以上みたいなところまで被爆地域とされてるんですね。ですから、まあ、これはその当日みたいな形での急性被爆っていうふうには言ってますけども、国の推定で 0.05 ミリシーベルト以下であっても実際には健康手帳の交付を受けられて、それに基づく施策が適用を認められる例はあるということなわけです。で一方あの、まあ、がん先ほど甲状腺がん以外のことって言いましたけども、被爆者の方たちもですね、まあ、ずっとその成人健康調査というのが行われています。まあ、2万人のコホートと言われていますけれども、でその中でこれは2004年に出されたものですけれども、がん以外の疾患についてもずっともう長年調べてるわけなんですね。でそうしますとこの2004年の段階では調べたのは58年か98年の検診の解析なんですけれども、子宮筋腫やがん以外の甲状腺疾患、まあ、ここに書いてあるような、まあ、緑内障は逆相関ということで減ってる、被曝量が上がると減ってるというような形に出てるんですけども、いくつかのですねがん以外の疾患についても被曝量とともに上がっていってるということが出ています。ただし、これは非常に線量のグループ分けがですねざっくりで、0の次がですね1から490みたいな形でものすごくざっくりしているので、まあ、なかなかその低線量部分云々っていうことをまた言い出すと、まあ、議論になるとは思うんですけども、ただ論文の中では少なくとも1ミリシーベルト以上被曝した人たちの中では被曝線量にの増加に応じてこうした疾患が増えているというふうに言われています。でさらに人数がチェルノブイリに比べると調べられている人数がこちらの方が少ないですので、チェルノブイリでいっぱい出てるっていうことはですね、やっぱりその人数比に応じてそういう証拠といいますか、実態が現れているんではないかなというふうに思っています。では対策としてどうしているかということですが、これは原子力規制委員会で、使われている政府が作った資料で、これはロシアのことを言ってるんですが、被爆線量はどういうふうに把握しているかと、で、個人の被爆線量を一元的に管理していると、で、まあ、土壌食品等も含めて、一元的管理で登録されていると、で、一般住民からも自由にアクセスできるというふうに言ってるわけですね。でさらに健康管理はどうするかっていうと、被爆線量の把握だけでなくって、まあ、甲状腺、基本検診などの健康管理も行っている。でしかもこれは一元的に管理されて健康影響の把握等に活用されていると。で下の方に、健康放射線の健康影響の恐れがある疾病か否かにかかわらず、まあ、甲状腺の検査や血液検査、尿検査、レントゲン、まあ、マンモグラフィー等々のですね、幅広い検診を実施していると。でその結果、まあ、放射線菌かどうかというのはその時点では分からなくても、その病気の早期発見率を向上させて治療効果を改善するという課題を解決しているというふうに、まあ、ロシアはですね、まあ、自己評価ですけども、そういうふうに言ってるわけです。でこれはすいません、皆さんちょっとこの資料にないと思うんですけども、後から付け加えたの で放射線審議会がですね2011年の8月4日にまあ、やってる議論の中なんですけども、JEA の、古田委員はですね、まあ、労働者とかいくつかあって、で一般講習については福島県は独自で評価されているけれども、県をまたいで
どこが責任を持つのかと見えてこないと。だから省庁横断的に一元的に進めていただきたいというふうに言ってます。また保育園の理事長の米倉委員はですね、アンスケアから求められていた全ての国民の占領評価をするということが全くできていないということが表に出てしまった、バレてしまったというような感じですね。で、福島県民については今県がやっているけれども、残りの部分、まあ国の残りの部分に関しては一括して同じ基準で占領評価をして、同じ基準で健康調査をするという必要があると、一括した管理が必要があるということについて、まあ、省庁を超えた形でお願いしたいというようなことが、まあ、この時は話されています。まあ、その後ですね、まあ、このことだけでやってるわけではないので、そんな議論は深くなっていないんですが、さらに、2012年の2月で、審議会がもう止まってしまってですね、全然議論がなされてなかったということがあります。で、今その福島の事故とチェルノブイリ事故の健康管理の構成っていうのを見ますと、チェルノブイリはさっき言いました、まあ、被災者ということの一応定義があって、汚染地域の住民、セシウム137で3万7千ベクレルパー平方メートル、または、まあ、今 0.5 ミリシーベルトパー年以上の被曝量というところ、それから汚染地域から避難した人、事故処理作業者、そしてさらに被曝した人の、まあ、子どもという形で、まあ、いろんな検査も含めて、こういったものを国が一元的に管理していろいろ活用していると。一方日本の方は、まあ、福島県では、まあ、あのような形ですけれども、非常に、この管理は県なのか福島医大なのか、このデータは本当に何に生かされていくんだろうとかいうのがはっきりしないし、まあ、事故処理作業、まあ、事故の今収束作業に当たっている人や除染作業の人たちは、まあ、あの全然別の扱いというか同じデータベースには載ってないと。で、福島県民以外の被災者ということは全然このきちんとした形で の健康診断ということは行われていないというふうなのが実情ですね。で、実際には皆さんがご存知のように汚染状況重点調査指揮っていうのはこれだけ幅広くなっているにもかかわらず、国の支援はあそこだけと福島だけという非常に不合理な状態が続いているということです。で、まあ、これ最後ですけれども、こういうような検診エリアの見直しや項目の拡充、そして、まあ、居住地どこに、まあ、この辺はあの子ども被災者支援法のですね、理念みたいなものですけれども、そういった、特に、まあ、国の責任による一元的な取り組みや体制を構築していってほしいというふうに考えています。一応これで終わりなんですが、ちょっとだけ今日手元にあるかどうか分かんないんですけども、永滝さんのですね、2013年の保健物理セミナーというのが ありまして、でここでなんて、まあ、いろいろずっと説明してるんですが、一番最後に、ですね、福島の甲状腺がん患者の手術ということで、ちょっと見で、現在、子どもを、まあ、障害検査していくと、超音波検査で5ミリ以上は、まあ、二次検査うんぬんかんぬんと、でがんが見つかったらどうするかということで、経過観察というのはきっと親が納得しないから手術になると。で、微小がん手術をすれば最終的に人口の 10% はもう手術になるんだというふうに言ってます。で、年齢とともに結局微小がんは増加するので、福島では3万人になるまで毎年甲状腺がん患者が増加するというようなことが起きるだろうと。で、じゃあ対象他の地域でも手術すると、あ、日本中で甲状腺がん患者が増えると。で、日本でじゃあ人口の 10% を甲状腺がんとして手術するのかというようなことで、これ2013年の講演なんですけれども、こういうような、まあ、考え方を持って先ほど見たようなですね、専門家会議での論議があるわけです。そして、過剰診療とかですね、そういったものをこのままいったらそのどん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 見つかるだけでどん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 手術するみたいなことをですね、言って、検診さえ
なんかやらない方向に持っていこうのようなですね議論がなされているというのが現状で、まあ、こうした予断に基づいて行うというのは問題ではないかというふうに思っています。すいません、じゃあ、終わりにさせていただきます。はい、ありがとうございました。じゃあ、質疑とか補足とか、特に補足をお願いします。環境省の専門家会議なんかについては傍聴していた人もいますし、重要な点がいろいろ抜けているような気もするので、瀬川さん何かあります？お願いします。環境省の方は結構三田さんよくまとめていたと思うのでいいと思うんですが、吉田さんに質問というか補足というか、福島健康管理 の、 福島事故とチェルノブイリ事故、まあ、必ず東電福島事故って言った方がいいと思いますけど、これでその被災者ですね、チェルノブイリの方の被災者が、汚染地域住民 3.7 万ベクレルパー平米以上または 0.5 ミリシーベルトパー以上っていうことで、そのまあ対象被災者汚染地域住民に対してこういう健康管理を行うということになってると思うんですけど、その前でのスライドでロシア の、 その全国放射線疫学登録を紹介してくださっているんですけど、これは、そのこの今の、被災者汚染地域住民だけが登録されているでしたっけ。なんかかなりロシアはこう広く登録していたような気がするんですけど、広くというのはどういう意味でですか。汚染地域住民以外もっていうか、まあ、登録とはちょっと違うんですかね。そのまあ健康管理の対象というか、ですね、チェルノブイリの場合は汚染地域住民、まあ、先ほどの事故処理作業者も当然含まれています。で、多分そのチェルノブイリ以外の核事故とか放射線事故の人たちも登録されていると思いますが、そういう意味ですか。じゃなくて、こう健康管理の対象というか、まあ、検診の対象とか、その検診結果がこの何かデータベースみたいなものに入っているとか、そういうのは基本今のその汚染地域住民だけと思う。いや、避難した人と全地域と、はいはい、ですね。だからそれ以外の、まあ、いやそれ以外っていうのがちょっとわかんないんですけど、より低いか、あるいはあんまりほとんど被爆していない住民のこう、コントロールという意味でですか。じゃなくて、というよりは検診や健康管理の対象で、その結果等が、むしろ比較対象というような調査研究ではなくて、いわゆる健康状態をこう把握していくという意味で、はい、なんか確か バーレバさんがなんかもうロシア全体にそれを広げているような話がなんかあったような気がしたんですけど、まあ、ウクライナもロシアも、まあ、いわゆる決められた検診というものがあって、まあ、それプラスみたいな形で、まあ、より詳しいものが行われているっていうような、まあ、これウクライナ の、 ものから引っ張ってやったんですけども、ウクライナの規定プラス云々かんぬんということで、全部がっていう意味、毎回このような検査を、まあ、ここでも一応被災者でもちょっと区別がありますので、そういう形での区別はあると思うんですね。で、全部やってるっていうのはこういう内分泌化とか詳細な血液検査を毎回毎回やってるかっていうのはちょっとわからないですけども、もちろん一般的な検診の中で何か異常が見つかればやるっていうのは当然のことだと思うんですけども、基本的にここまでの検診項目をやっているのはこの被災者というかこの対象者であると、これはまあ
一応ウクライナから取ったものなんですね。ウクライナの健康診断のこの間アワプラで作られたものから、まあ、そういう理解でいいわけですね、で、はい、ただし、まあ、私ロシアの統計データ見ましたけども、こうしたいろんな病気とかなんかのと合わせて、保養にどのくらい行ってるとかですね、そういったことも含めたその統計を取っていて、だからこれらはどういうリハビリに使うとかですね、どういうものがふさわしいとか、まあ、ウクライナでもそうですけども、そういったことも含めて、いろんなデータベースとして使われているということです。ちょっと、まあ、他の今言われた他の人のことを今ちょっと詳しくわからないんですけどもってか言えないんですけど、すいません。もしかしたら被爆を学習する会の福祉なと思いますけれども、この専門家会議で初めの頃ずっとやってたのは甲状腺 の1080人を測ったというデータの評価なんですね。でそれをちょっと私たち学習会で検討した時にはですね、やはり甲状腺の線量 の計算の仕方自体に問題があるというふうに思ったんですね。で時は放射線測定器でここ喉のところを測って、それから、まあ、本来は部屋の空間線量を引けば正しい値が出るはずなんですけども、実際にはその当時子どもたちの服が汚染されてたわけですけど、その汚染された 服のところを測って、でそれをバックグラウンドとして引いちゃってるんですね。そうすると、この汚染した 服のところを測ってるときにはここの汚染が強く出ますけども、甲状腺のところを測ったときにはここの汚染の影響はそんなに出ないんですね。ところがそれ直接その服の汚染を引いているものですから、非常にその甲状腺の値が低くなっている。あと概算するとやっぱり10分の1ぐらいに下がっちゃって計算しているということがあります。でそのこの甲状腺の1080人のデータっていうのがその後の例えば包囲圏で計算しているのがあるんですけども、そのセシウムとそれから要素の比から他の地域の甲状腺被曝の量も計算している。でそういうところが全て影響していて、だから今福島 の子どもたちの甲状腺被曝の、推定値というのは非常に低く計算されているということがあると思います。はい、そうですね、はい。傍聴はしていませんが、ちょっと補足的に知ってたら、まあ、教えてほしいんですけど、一つはですね、先ほど の吉田さん の図で言うと、チェルノブイリ甲状腺がん以外のさまざまな病気の発生っていうあったと思うんですけど、ここで循環器系とかいうのはあまり注目しなくていいんですかね。僕はむしろ甲状腺と循環器系っていうのが最初に出てくるような気がするんです。でそれは一つはセシウム心筋症って言われてるやつですね。からもう一つは白血病です。血液と心臓の病気っていうのがですね、私は最初に出てくる甲状腺と合わせてですね、じゃないかなというふうに思うんですけど、それで先般ですね、宝島にですね、明石正二郎さんがその福島を中心にその被爆地というか汚染地でその心臓病による死亡が増えてるんではないかっていうですね、そういう文章をお出しになられました。で非常に注目すべきことじゃないかなと思うんですけど、ここがちょっと一つ あるんではないかなというふうに思います。それから二つ目はですね、こういう何ていうか医学的な問題じゃなくて、私はですね壮大なその国家犯罪をやってるっていうふうに思っていましてね。でその最大の、まあ、理由っていうのはその被爆をきちっとその検査するっていうことを事故直後からずっとサボり続けているっていうか、サポタージュし続けてきたんじゃないのかと。でまあまあ、その表になっているのは例えば福島県庁が毎日新聞 の彼が岩波新書に書いたように、その甲状腺の検査をずっと先延ばし、あるいは妨害し続けたとかですね、尿検査をいつまでたってもやらないとかですね、そういったことがあると思うんです。でだけど私の薄い記憶ではですね、少なくとも2011年の上半期っていうか事故から半年ないし9ヶ月ぐらいの間っていうのはですね、その包囲圏とかですね、そういう
被爆をその内部被爆をですね計測してくれる機関がですねことごとくその断ってたんじゃないんですかね。それで福島の方からあの自分の内部被爆を測ってくれと言って言ってもですねまともに対応してくんないとかですねそういうことをその組織的にやっていたようなですね私は気がするんです。だからやはりあのこの委員会に出てきている連中はですね2011年のその初期被爆が計測可能だった時期にはですねずっとそれを分からなくするために検査をまあ握りつぶすというかですね組織的に潰しておいてですねで初期被爆がはっきり分からない状態を作ってからですねこうやって大したことがなかったんだというですね猿芝居をやっているというふうに僕は思うのでそういうあの国家的なですね犯罪あるいはそれに近い行為をやっているんだということを私はちょっと言いたいんですけどね。以上です。あの私もあの専門家会議に出ている人の多くがですね、初期 の, あのいろんな役割を持っていて、まあ、内部被曝とかの、環境の汚染とかですねそれを図らなければならなかったあの人たちであるというふうにあの思います。で永田木さんなんかも4月1日の時点で、まあ、あの原子力災害あの官邸のですね、原子力災害専門家グループというのができたわけですけども、その前にその3市町村が測られたのは3月の末ですから少なくともじゃあ4月1日に、その専門家グループができた時にそこで強くチェルノブイリと同じようなこともあり得るんだから甲状腺の被曝量を測れということを強く官邸にですね訴えればそれはできた可能性はあると思うんです。ところがあそこで、官邸の専門家グループのっていうのはもういろんなご説明をですね最初のうちに並べてるだけでですね、まあ、政府が言ってることのなんか説明でともですね、その役目を果たしていないというふうに思います。しかも、まあ、山下さんにしろ永田木さんにしろチェルノブイリをよく知ってるという方たちが入っているにもかかわらずそういったことを行ってこなかったっていうのはやっぱり非常に大きな責任があるというふうに、まあ、私も思っています。その組織的かどうかということまではちょっと私は言えませんけれども、あの停戦の被曝に関するワーキンググループとかいうのがあの細田の下にですねできたのがちょうど11月頃ですよね。でそれから福島の県民健康調査委員会がですね具体的に甲状腺検査に乗り出してきたのもその11月ないし10月頃、要するにその放射性要素が完全に消えてしまうまで じっと動かなかったんじゃないかというふうに僕は思うんですけど、タイミング的に標速が合っていて県も国もですね標速を合わせたようにですね初期被曝 の, その検証がしにくくなったのを確かめてから動き出しているというふうに僕は感じますけど、はい、あとその循環系っていうか、まあ、ここではそのウクライナのナショナルレポートでは一応こういうような形での、まあ、総括的なことが言われています。ただあの血液に関しては、あの若干そういうなんか血液成分のですね、やはり質の変化とかですねそういうものがあったということはあの言っています。でそれがまあずっと続いていたか、まあ若干その元に戻ったとかですね、まあ、いろいろいくつかそういった話は あのありますけれども、まあ、一応血液もあの調べてはいます。カントネットの中井です。この間というか今、チェルノの方では汚染地域住民に対してあのセシウム137で 3.7 ベクレルの平米、あのそういった汚染地域以上の人にはあの健康管理のケアがされているっていうようなお話がありましたけれども、あの関東は余裕でそれぐらい汚染されているんですけど、まあ、うちあたりはそう我孫子あたり我孫子なんですけどうちはあたりはもう全然余裕でそういう土壌の汚染はあるんですけど、あの初期の被曝についてやっぱりあの染料の評価っていうのがあまりされてないってとても感じていて、あのこの間その森口先生が報告をされた中のあのロシのあのプルームの拡散状況 の, あの数字が出たんですけど、っていうか前からなんかあったらしいですけど、
報道されたんですけど、統括千葉の統括エリアに近い、砦で21日497ベクレル、柏で319ベクレルっていう数字が出てるんですけど、これ、立方メートルあたり497ベクレルで、ちょっとこの数字をどういうふうに捉えていいのか分からなくて、これ呼吸で吸入をこういう数字で吸った場合ってどういうふうに考えたらいいのかがちょっと分からなくて、土壌の汚染なんかはなんとなくだいぶ分かってきた、数字の上でですけど分かってきたんですけど、この数字が全然分からなくて、とにかく福島の非常に高いエリアと近い数字、ものすごく関東の中では高い数字だったっていうこと自体はショックを受けているんですけど、実際これどのぐらいの影響があるものなのか、何か目安が欲しいと思って教えていただきたいと思っているんですけど。何かあ、じゃあ瀬川さんお願いします。私もそうよくは分からないんですけど、大事なのは何て言うか、線量だとか、これもこの時のそこでの数字だけですよね。そこの測定局があったそこ場所の場所だけですよね。だからすべからく線量っていうのはホールボディだとか甲状腺だとか言ったってその瞬間値なんですよ。その人だけのその時の瞬間値だけなんです。だからすべからく線量っていうのは推定であると。そうするとそのまさにその何か目安っていうと、結局相対的に何かと比較してどうかということを見るしかないというつもりでいた方がいいと思うんですよね。でもうこれ福島県、今要するに県民調査しかやっていない福島県より高い、多いということはこれほとんど確かですよね。21日、だからで今実際に起きていることは、津田さんが強調しているのは今推定じゃない確かのことっていうのは、甲状腺がんが福島県で、多発というか、そこで数値的な比較がやっぱり必要になるんですけど、やっぱり多発状態であるという、それは確かなんですよね。起きている甲状腺がしかも転移もしているというのが福島県であると。そしたらそういうものが出てたら、それで数値的に確認できたらすぐにそれに対する対策を打ちなさいっていうのが津田さんの主張ですから、原因の推定運動をやってるというか、この放射線は特に数字が出てるようで実は推定っていうところがあるので、もうそうすると、この統括なりこの茨城、要するに近隣県でやるべきことは決まってるんじゃないかと。で栃木や群馬の数字が出てないというところの方がまた問題だし、きっとあるに違いないので、そういうものを出していくことを求めるというのも一方であるんですけども、甲状腺検査をそういうところでもやるとか、他の先ほどの要素が来ているということは、セシウムも来ているし他の核種も来ているとなれば、要するに甲状腺だけではない、健康状態を見る、検診も必要であるということが、てか そこまでは言える数字なんじゃないかと思います。いかがでしょうか。ありがとうございます。僕らは健康相談会をずっとやってきて、福島なんかだと例えばホルボディカウンターで測った数値を持って相談に来られて何か返事をしなきゃならないというようなことをやってきたんですけれども、結局そのだから放射線についてはほとんど何も分かってないんだということをやっぱりこういつも確認しとかないといけないと思うんですよ。それで実際はこういうことがデータになって、例えばこれここの該当地域の人をずっとフォローしていって、その何十年という単位の中で差が出るかどうかということで、初めてそれとそのこの線量を対象することで初めて分かってくるっていう、
で、そういうことについてのデータが極めて足らないという、だから例えば尿のセシウムを測っても、それからホールボディカウンターで測っても、内部被曝してるっていうことは分かるんだけれども、このぐらいの線量だと今問題があるのかとか、それからその将来何か問題が出るのかとかいうことについては、全く私たちは答える材料を持ってないんですよ。で、それはだからその広島の何十年かけて の統計というのもあるわけだけれども、これもやっぱりそもそも調査の仕方に問題があったり、それから対象の取り方に問題があったり、いろんな問題点があるということがすでに分かっているので、ほんの参考にしかならないと。から被曝の形態も全く違ってるわけですし、隠されたデータもあるしっていう。だから僕らはやっぱり福島の今回の東電の事故は初めて起こった事故だということでかからなければいけないと。やっぱり今だからウクライナとかベラルーシだとかから研究者が来てくれているのも、やっぱり自分たちの資料はあるけれども、それをこう再確認するというか補強するというか、特に、事故が起こってから最初の、2年ぐらいのデータがないわけですから、日本だったらやっぱりそれが本来取れたはず で、そういうものが求められてたんだけれども、意図的に隠されたということだと思うんですね。で、さっきの循環器の問題も含めて、僕はあんまりなんていうか特定 の臓器だとかなんかっていうふうに言ってはいけないのではないかというか、そこで言うと、例えば心筋について言うとバンダジェフスキーが出てきて、それでバンダジェフスキーのデータが正しいかどうかみたいな話っていうようなことが出てきてしまうと。 ですから、その放射線の例えばセシウムの性質から言えば、特定の臓器がないわけで全身に分布するんだとすれば、当然全身に症状が起こってくるはずであって、そのことについて、特に内部被曝については我々が使えるような資料を持ち合わせていないということが現実なので、その点でやっぱりこう押さなければいけないっていうふうに思うんですね。で、だから許容量についても、僕はだから1ミリシベルとか10ミリシベルとかみたいな論争っていうのはキリがない論争であって、もともと許容量はないわけですよね。算定できないっていうか、だから例えば受動喫煙で、どのぐらい受動喫煙したらがんになるのかみたいな論争してるようなもんだと思うんですね。で、だからもっとやっぱりこうなんかつかなきゃならないことはあって、僕はこの前朝日新聞をはじめとして五大新聞全部出たのかな、政府が出した中川圭一が言ってる、あんなとんでもないことを言って、それをこう政府がものすごいお金を出して、我々の税金であんな広告出してて黙ってるっていうのはおかしいと思うんだけれども、例えば中に野菜不足と同等だって書いてあるわけですね。で、野菜不足って非常に曖昧な話であって、どういうことを野菜不足だっていうのか、で、どのぐらい野菜不足だとどのぐらいがんになるっていう統計がどこにあるのか知りませんけれども、ああいうそのいい加減なこう言い方をして、で、それがまあなんかこう許されてるっていうか、パスされてるっていうこと自体がものすごくおかしいことであって、例えば今日後から来たからちょっとしか見てないんですけれども、例えばその検診のデメリットみたいな話も、私は30年ぐらい前に子どもの学校検診がいろいろメリットもデメリットもあるっていう本を書いたけれども、その後検診のデメリットについてあんまり言う人がいなかったんですね。で、帝京大の矢野っていう公衆衛生の教授が検診の見直しみたいなもので、今無駄な検診がたくさんやられてるっていう本を書いたんですけれども、ものすごく評判悪くて、同業者からはお前は検査屋を潰す気かっていうふうに言われて、で、その検診を批判するっていうのはタブーだったんですよね。それで、例えばだからレントゲンなんかも過剰じゃないかって、ずっと医療被曝は過剰じゃないかって言われてて、で、学校の検診なんかでもそういうことが運動としてあって、小中 のレントゲン検診が廃止になったんだけれども、ここだけは残ってるとか、なんか今まで全くその検診のデメリットについて言わなかったっていう、そのことについて触れるのは
あの同業者の中からいじめられる元みたいになってたのに、突然今回はあの検診のデメリットっていうようなことを言うわけですね。しかもあの大腸がん の, あの内視鏡だと事故があるっていうふうに言うんで、そんなものをここでやるわけではないですから、だから実際にここでやらなきゃならない、例えば血液の検査についてメリットがどれだけあってデメリットがどれだけあるかっていうことを言わなきゃいけないのに、あの非常にあのおかしい論議がされていて、であのそういうあのおかしいところにやっぱり我々があの突っ込み入れていないっていうか、だから僕はあの例えばこの間 の, あの新聞記事なんかについてはやっぱり公開質問状みたいな形であのちゃんとしたデータを出させるっていうかな、 彼がその根拠としてあの使ってるデータみたいなものをはっきり出させるようなことだけはあの絶対しないとまずいのではないかっていう、あのだからその攻めどころをあの考えないといけないと思いますし、なんかこうあんまりあの消耗な果てしのないそのキリのない議論みたいなもので、騙されて時間を使っているのはすごくあのもったいないというかという気がします。はい、ということでなんかまとめてくださってありがとうございます。あと2分ほどで終わらなくちゃいけないんですが、今のその政府広報批判についてはですね、あの今度ちょっとこれチラシ配ればよかったんですが、異議あり8月17日政府広報ということで、研究者らが緊急会見、松崎先生ですとか岡山先生とか名前先生など澤田先生などが問題提起されて発言されるというのが四ツ谷でですねあります、午後1時半から上智大学、9月15日です。いらっしゃいます、はい、あの崎山さんもいらっしゃるそうです。すいません、またなんかあの占領の方に行っちゃうとあれなんですけども、あのこれは日本があの IAEA に出したものの効果物中の放射性濃度の推移なんですが、あのさっきの森口先生のアセシウムですが、最初の方はもう ほとんどなんか要素の方がずっと多いわけですよね。でこれ要素とアセシウムなんですけども、これは東京新宿神奈川、あごめんこっち前だった、埼玉千葉、栃木群馬と最初の方はやっぱり要素がかなり多いというのがあの実情、まあ福島もあるし、あのちょっとグラフによってメモリが違うところがありますが、これは IAEA に出した日本の報告書の中の資料です。で、だからやっぱり最初はですね、まあ、この辺はお水かな、あのプルームも要素が非常に初期は多くて、でその後、まあもしかしたら20、21ぐらいのところでセシウムがだんだん高くなってるっていうようなことがあるかもしれない。だからもっと本当にいろんなものをですねきちんと分析していかなくちゃいけないと思います。はい、ということで、前半はこれで終わりたいと思います。で、ちょっとあの説明っていうか、しきれなかったんですが、あのこの、資料 の, あの、この環境省の専門家会合の資料の後ろの方にですね、環境省がまとめようとしているあのものとか、あとは健康管理の在り方に関する主な論点っていうのが一番最後のページにくっついてると思いますが、これが一番直近の、直近の会合で環境省が出してきて、これをもとにこれから健康管理の在り方に関して議論していこうとしているんですよ。でご覧のように非常になんつうかこれだけかみたいなこれだけかよみたいな感じの内容で、あの不安に駆られる人も多いと思うんですが、全くその県外における、検診の必要性、あるいはその検診の内容をどうする、まあ、あのここで見るのかなって思われるような表現はあるんですが、それでもなんかその今ざっくり言えばその検診の内容と範囲ですよね、どういう検診をどこまでやる、どういう範囲でやるかっていうのが、あのまあすごく身も蓋もない言い方すれば、あのその2つがすごい重要だと思うので、なのにそこら辺 の, そのどこまでの範囲でやるか、どういう
深さでやるかっていうようなところは全く欠けているなということで、で、ちょっとこの環境省の専門家会合に我々がどこまで期待するかっていうのもあるんですね、本当は。で、それをその後半の、交渉で最初にその厚生労働省に対してなんで厚生労働省は関わらないのかと、そして厚労省はその現在の福島県の甲状腺がんの状況をどう思っているのか等々について、聞いてみたいと思います。でそれからその後半の後半っていうかその4番以降が大部分がこれ環境省宛ての質問になっています。で、環境省への質問というか、これは吉田裕子さんがかなりの部分を起案していただいた要請書がありまして、その要請書の内容についての環境省の認識を正すような部分がかなり多いです。で、一方その私たちの主張としてはですね、やはりこの環境省がこの住民の健康管理の在り方について検討していくにあたってはもう今のその専門家会合をですね、専門家会議を抜本的に見直して委員の選び直しからすべきなんじゃないかっていうようなことも聞いていたり、あるいはその、取りまとめをするんであったらきちんとその、当事者あるいはその弁護士に対するそのヒアリングをするべきではないか、あるいは外部の専門家のヒアリングを生かしていくべきではないかというようなこと、あるいはパブリックコメントをかけるべきなんてことを言っています。であとすごく何でしょうか、事務局の取りまとめペーパー見て皆さんも感じていると思うんですが、どういう文献をレビューして、どういう文献をレビューしてそれをどういうふうにその取りまとめに反映しているのかっていうのがさっぱり分かんないんですよね。出典すら書いていないみたいな感じで分からないので、これについては、まあ、追加質問ででも聞いていく予定です。であとはなんで環境省がやってんのっていうことも聞いてみる予定です。というわけで、すいません、全然消化不良な感じだと思いますが、ここでその30分ぐらい休憩しまして、12時半から政府交渉します。で、ちょっとレイアウトをですね、変えたいので、すいませんが、この炉の字に座っている方は荷物をちょっと、ちょっと動かして、ここ、荷物をちょっとどこかに置いて休憩に入ってください。で、皆さん、